いよ、おはよう。仕事してるんだ。いい、みすけ、風船10個ありがとう。ガルダ、風船10個ありがとう。ありがとう。スケボーやろうかな。おお、トコさん風船10個ありがとう。ありがとう。のんちゃんとドライブデート楽しかったな。またどっか行きたいな。すっげえ楽しかった。田舎の方って、いや、物価が安いよね。朝6時から夜の10時までで4000円だぜ、ホテル代。ありえねえよ。本当にありえねえと思った。ホテルはイカ臭かったけど。 東京は何でも高いよな。幸せそうなカップル配信見てると癒される。ああ、ありがとうございます。Twitter の利用規約が変わったの。Twitter の利用規約が変わった。他人の不幸より幸せ感もりもりの配信見てる方が、よし、やるぞって気持ちになる。大事だよね。もう超リア充になることを誓うよ。超リア充になるから、俺。和藤さん、トレーニングやらないんですか？トレーニングって何のトレーニング？何のトレーニング？いや、リア充になった方がいいでしょう、絶対。俺はリア充になりたいよ。何のトレーニングのことなんかトレーニングが流行ってんの今。くっさくてくっさくて匂うほどのリア充配信期待します。そうだね。とんでもない成功したいですね。アホみたいに成功したい。
アンチもついていけないほど、いや、リア充になればなるほど、アンチは湧くでしょう。そういうもんだと思ってるよ。もう妬み、嫉み文化だからね、ネットは。俺が成功すればするほど、敵は増えてくんだよ。ネットで活動するっていうことは、俺はそういうことだと思ってるから。本当に満足してるリア充なら配信なんてしないけどね。そんなこと思わないけどな、俺。全然そんな風には思わない。なんでかっていうとさ、そうか？なんかお金と知名度が同時に手に入るから、俺はいいと思うけどな。お金掴んでもさ、自己顕示欲が強い人はさ、満たされない部分ってあるじゃん？で、そこを同時に満たせるから、俺はなんかすごいいい職業だと思ってるけど、本当に満足してる人って何だろう。俺全然ルックミーだから、ルックミー和道だから、見られてなんぼでしょ。まあ、向いてるか向いてないかじゃないの。おい、イリコさんはどっち？羨ましくってもだえちゃうほどのリア充配信ってド M 気分。あ、M なんだ、ガルーダ。俺も M なんだよね。超 M だよ。腹減ったなぁ。ド S ド M。アシュラ男爵。アシュラ男爵はよくわかんないけど。何アシュラ男爵。おはよう。右向いてド M、左向いてドイツ、イコールアシュラダンス。ドラクエ10やりてえな。ドラクエ10代が11が今出てんの。ドラクエイレブンやってみたいな。面白いのかな。What is success to you？ いらっしゃい。日本語で書いてください。日本語で書いてください。なんか縄文時代とかに生まれたらどんな生活だったのかっていうさ。そういうのを見てみたいよな。
腹減ったな。嫌われ配信者アンケートでぶっちぎりという話題が出たから枠取り直してリセットしたの。何を言ってんの？何を言ってんのか全然わかんない。お腹空いたよ。I'm hungry。私もお前に投票したよ。お前っていうのやめてくんない？お前っていうの。最近アイテムも少ないし、もう2ちゃんじゃない、ドラクエイレブンのスレッドまとめサイト俺自分のスレッドとか見ないよ。兄ちゃんの、俺の悪口しか書いてないんだからもう分かりきってるでしょ。答えが分かってるんだから見ないよ。自業自得って何？何なの？だからなんでアンチは俺のアイテムがどうとか閲覧がどうとかそういう話になるのか全然意味わかんないの。アイテムは飛ぶよ、食えてんだからもういいだろ。何なんだよ、人のアイテムがそんなに気になるの？人の財布の中身がほっとけよ。ミカボさんは俺の枠来たことないよ、もうほっとけって。ありがとう、ほら見ろ、ステラさん花火ありがとう、ウィーウィー、アンチガクガクブルブルさま、アンチありがとう。ステラさん、おい見ろゴミ、俺が花火上がれば上がるほどねコメント書けなくなっちゃうからこいつらブルってるから。ありがとうステラさん、ありがとうね。もうすっこんでろよ、ほんとに。ほら見ろ、花火上がった瞬間もう聞いちゃったよ、花火上がった瞬間聞いちゃったよ。アンチが分かりやすいよな。
ほだね。マドさん本当に面白い。ありがとう。分かる人に分かれば嬉しいっすね。分かる人に伝わったら嬉しいっすね。ざまだよ、ゴミども。俺のアンチは俺の放送を理解できないゴミだから。高層ビルの谷間から海の向こう。腹減ったなぁ。社会的にはお前の方がゴミだけどな。何？社会的って。何？君にとっての社会って何なの？ 君にとっての社会って何なの？何なの？よくわかんないんだけど。別にゴミでも構わないんだけど。全然君の言う社会が何なのかわかんないけど、ゴミで十分です。俺はやりたいことやって飯食ってるんで、ほっといてください。はい、柏本さん、さようなら。おつ。妬みそねみか。好きなことやって飯食ってるのがそんなに悔しいか。おい、好きなことやって飯食ってるやつがそんなに羨ましいか。バカだね。好きなことやればいいのに。バカだね。俺の人生羨んでもお前の人生は変わらんぞ。ああ、やることやれ。悔しかったらやることやれ。お前は俺にはなれないけどな。のんちゃん今日ぐっすり寝てるな。でも配信業、俺配信業名乗ってないから。ああ、バカちゃうぜ。俺はプロ配信家だから。プロ配信家。突っ込んでろよ。フリーター以下なわけないだろう。どんな基準ちゃうぜ。日雇いと変わらない。あ、そう、フリーターの3倍稼いでますよ。3倍、4倍、5倍。苦しいって、フリーターのチャオズくん。フリーターのチャオズくん苦しいよ。一緒にするなよ。こっちは自営業なんだよ。プロ配信家なんだよ。もう苦しいって、叩かれるよ。やめときな。雑談たぬきでもどっかでも、そこら辺の匿名掲示板で書いた方がいいよ、チャオズ。煽られちゃうよ、チャオズくん。チャオズがブルってる。ね。あなたにとってのフリーターって何ですかって。確かに日雇いと変わらない。放送してないと収入ないわけだから。お前らさ、じゃあさ、サラリーマンだとするじゃん、サーク。お前がサラリーマンだとするじゃん。職場行かなかったらお前給料出ないでしょ。何も変わんないんだけど。意味がわかんないんだけど、お前らの論理頭悪すぎないよ、お前ら。ねえ。頭悪すぎるんだけど。お前らだって働かないと金入らねえじゃねえかよ。別に俺と変わんねえじゃねえかよ。仕事だっつっての配信が。今勤務中なの。わかる？わかる？仕事中なんで邪魔しないでください。ねえ、のんちゃん。ゴミどもが。
そもそも自分で生活して自分の人生自分で責任持ってるんだから何だっていい。みーすけさん、正解。有給休暇ありますか？ごめんなさい。毎日遊んでるんで、毎日休暇です。悪いね。毎日休暇です。はい。毎日有給休暇ですね。納税確定申告は普通にしてますよ。世の中全員はどうだったとしたら、そんなこと起こらないんで大丈夫です。その自称仕事中に暴言吐かないでください。だってお前客じゃないもん、チャオズ。仕事中だよ。お前客じゃねえもん。うちの店流行ってるから。いいんだ。暴言吐いてもやってくる頑固な店だから。わかりる？わかる？支えてるファンがいるんです。ね、売れてない店だったら客に媚び売らないといけないかもしれないけど、人気店なんです。はい。人気店。わかる？営業妨害しないでください。営業中なんで、申し訳ない。悪いね。かかってくるね、今日は。そうそう、客選ぶから、うちは。客選ぶから。アンチコメント拾ってもらいたかったら花火投げてね。よろしく。俺、偉そうなやつ大っ嫌いだから。偉そうなのは嫌い。今日天気、ああ、曇ってきたな。花見投げてください、チャオズさん。金払ってから文句言おうね。はい、なすびさん、花火ありがとう。えい。そうだよ、うちは頑固だよ。老舗だからさ。うちは頑固っすよ。コメントも選びます。客も選びます。はい。ありがとう、なすびさん。おい、アンチコメントどうした？聞いちゃった。好きなことやって。だらだらやって、好きなことやって、笑顔の人間がそんなに憎い。頑張れよ。早くこっちに来いよ。まあ無理だろうけど。頑張って働いてください。社会的な信用を上げてください。龍鳳ですます。おはよう。ありがとう。ありがとう、花火。あ、聞いてきたよ。ブルっちゃったよ。花火上がれば上がるほどこいつらピキっちゃうからね。もう画面のパソコンの前はもう震えてるよ。くそーっつって、羨ましいって、憎い、和道が憎いっつって。わかる？俺も和道みたいになりたいって。でもプライドがそれを許さないんだよ。頑張れ頑張れ。はい、トウコさん、花火ありがとう。君たちの発言では1円も今金が動かない。でも和道の一言では金が飛ぶんですよ。春日。和道津アンチさん、とりあえず花火投げようか。いいね。いいね。和道さん、統合失調症なんじゃないですか？統合失調症ですよ。何か。プロ名乗ってる割には出入り20位すら入ってないよな。困ってないけど。何？デイリー20位に入らないとプロじゃないの？ういみーすけいいね。花火ありがとう。花火ありがとう。楽しいなら見る。そうじゃないなら見ない。シンプルに考えよう。正解。はい、トコさん、風船。あ、風船じゃない。ハートありがとう。おはよう、よろず屋さん。おはよう。何？トーンダウンしてるじゃん。こ
今度は病気いじりですか？ねえ、人の収入いじりの後は今度は病気いじりですか？どうしたの？ですから見るのをやめます。どうぞやめてください。昨日も言ってたけどね、それ。毎日毎日、もう見ない、もう見ない、もう見ない。毎日見に来て疲れるでしょう。見なきゃいいのに。金魚橋さん、風船10個ありがとう。見なきゃいいじゃん。はい、へい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 。アンチさんへ、ゴミくず、やっほーい！やっほーい！はい、風船10個ありがとう。花火ありがとう。あ、もうブルっちゃったよ。聞いてるよ、聞いてるよ。聞いてる、聞いてる。えいへ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 い、ガルーダ、風船ありがとう。あ、もうコメント上がりすぎて、アイテム上がりすぎてコメント読めねえわ。アイテムが上がりすぎてコメントが読めない。アンチコメントが読めない。あ、パッフェありがとう。パッ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 
ネズミちゃん、風船ありがとう。おい、トコ、バカありがとう。おい、アンチどうした？トーンダウンしてるじゃん。どうしたどうした？今日は元気ないね。今日は元気ないね。和道さん、ファンって本当にいるんですか？いるんです。いるんです。ありがとう、みーすけ。風船10個ありがとう。そう、有意義にね。時間は有限だから。やりたいことやった方がいいよ。いいね。まあ、どうしようもないんだろうね。オフ会あるんですか？ありますよ。オフ会。たまにやってますよ。ボウさんでいいのかな？ボウさんいらっしゃい。オフ会たまにやってます。最近やってないけどね。おい、ハーツいらっしゃい。あ、ステラさん、風船ありがとう。和道さんのとこのリスナーさんも好きだわ。かっこアンチは覗く。覗いていきましょう。アンチいらないから。もしよかったらね、フォローしてください。ホストクラブと同じシステム、全然違う。全然違います。俺のファンが、俺のこと食わしてくれるの。俺を豊かにしてくれるの。ファンビジネスです。ファンビジネス。AKB と一緒。AKB とかジャニーズと一緒。吉本興業とか。ファンの人に愛されながら、毎日送ってます。ファンビジネスです。ファンビジネス。OK？ ファンが俺を豊かにしてくれるの。ファンと共存してんの。早い話、小じきですかね。お前さ、チャオズさ、いい加減にしろよ。空き缶置いといてよ、月50万以上稼げるやついる？小じきって言ってるけど。空き缶置いといて道端で50万稼げる？お前やってみろよ。バカが。多い時80万入るから。今月ちなみに100万円入ってるから。うん。OK。もっとネイティブにね。Please give me.Please give me fireworks. Large fireworks. Please give me large fireworks. Please. 出会い中じゃなさそうなので安心します。出会い、俺彼女いるもん、全然。全然彼女いない。できないでしょ？できないでしょ？君にできないことを俺はできるんですよ。アイテム投げてるアカウントほとんど捨てアカ。捨てアカじゃないでしょ。本アカでしょ。アイテム投げてランキングうちに乗ってるんだから。バカも休み休み言えよ、本当に。バカも休み休み言えよ。なあ。なんだよ、さっきまで。稼げてねえじゃねえか。稼げたらもうグーの根も出ねえのか。今度病気いじりか。こじきですね。バカだな、本当に。プロ配信家だっつってんの、プロ配信家。プロ、わかる？おい、ガルーダ、バカありがとう。そう、経営者ですから、捨て垢じゃないですよ。本垢ですけど、おい、煽られてるよ。本垢ですけど、何か。トーマスさん、本垢ですけど。
もう苦しいって妄想でしょそれ。統合失調症なんじゃないの統合失調症、このアカウントしかありませんが、ほらみんな言ってるよ。もう痛いって本当に。悔しかったら嘘もつくの。捏造ですか、フライデーですか。週刊誌並みに本当どうしようもないね、お前らのコメント。ほらみんな本赤じゃん。アイテム投げてる人は本赤です。配信者って少し自信つきますか。人によると思うよ。稼げたら自信つくだろうし、閲覧が伸びてきたら自信つくだろうし。やっぱね、閲覧伸びない人とかは自信ね、閲覧伸びねえなーってなっちゃうでしょ。ファイアワークス、本赤と捨て赤の意味すらわからないのでは。いやほいいやほい、みんな本赤だったね。みんな本赤だったね。アイテム詐欺は取り締まり強化するらしいですが大丈夫ですか。アイテム詐欺って何のことですか、スターさん。アイテム詐欺って何のことですか。僕にアイテム投げてる人からクレームなんて来たこと一回もありません。一回もないです。残念でした。アイテム詐欺の意味がわかりません。何、今度は稼げてるのネタにできなくなったら、今度は何、企画。俺自由だもん。やりたいことやって生きてんだからほっとけよバカ。ステッカーありますよ僕、はい、これもうバカ売れ中です。大人気和道ステッカー、ぜひぜひぜひ和道ステッカーよろしくお願いします。1000円支援してくれた方に1枚プレゼントしてます。よろしくです。ステッカー大好評ですよ。もう配信会で一番クオリティが高いと言って。私は自分の意思で和道さんにアイテムを投げてますが、君たちには関係のない話。トコさん正解です。トコさん正解。いらないよバカ、ただで配ってねえよプーチン。お前みたいなリスナーに金積んででも売ってやんねえよバカが。お前俺のステッカー買えると思ったの。バカじゃないの本当に。売らねえよ、うちは客選んでんだよバカが。逆に企画も満足にできないのに生活できてるということは正解、勝ち組、成功者。僕はツイッターと同じ赤なので嘘と思うのは覗きに来ておいで。いやほい、人責める前に己の恥を知れ。全くその通り。責任持てないんだよこいつらは。適当にパソコンの前でね、もうほんとポテトチップスとか食いながらさ、ひもじい生活しながらさ、あのもう人の足を引っ張ろう引っ張ろうって生活してるバカどもだから。働けアンチども。好きで投げてるんだから何だっていいじゃない。どこの配信者見たってありがとうと思えたら投げる。いいね、ありがとうね本当に。もう一回180人の前で言っとくわ。俺はファンのためにこの放送をやってるんですよ。君たちがコメントを打つためにやってるわけじゃないの。ファンの交流する場所だから覚えておいて。ファンじゃない人は見なくて結構です。某掲示板で好き勝手書きなさい、はい、好きにやっていいですから。言論の自由があるわけでしょ。好きにやりなさい。ここはファンのためのファンの交流場だから。わかる。また勝ったな。おいブルースカイさん、綿菓子ありがとう。アンチいじりでリスナー煽って相手もこじき、リスナーも気づけ。だったら書くなよアンチコメントバカ。こじきじゃねえよ。ふわっち使ってやらなければいいんじゃない、プロなら。俺がどこでやろうと勝手だろうがバカ、バカ。プロならふわっちが好きだからふわっちでやってんだよ、和道さんの配信はいろんなところで救われてるところもあるから、お礼としてアイテム投げてるだけで、アンチにはその気持ちすらわかんねえやろうな。かわいそう、かわいそうだよね。アンチとかさ、電話かけてきたらいつもさ、お前あれじゃないか、タグ付けんじゃないかとか言ってさ、もう気持ち悪いな本当。鏡を見ろ鏡を。
痩せろ、運動しろ。人とコミュニケーションが取れないからってさ、羨ましいの。かの可愛い彼女がいてね、リーバイスのヴィンテージジーパンを履き、放送では200人近くのリスナーにチヤホヤされてアイテムもらって、羨ましいか俺の人生は。俺は努力してきたんだよバーガー。努力もしねえやつがよ、人の足引っ張ってんじゃねえよ。働け。たとえ配信者に罪があったとしても配信者として評価してる。罪を裁くのは司法に任せる。リスナーは配信者として見るのみ。正解、正解。そうだね、赤毛よりめ手長ザル、ふわっち動物園の人気人気、まあ地味な人気なんだけど、コアなファンに支えられてる赤毛よりめ手長ザルなんだけどね。もうなんかさ、アンチっつってもこの程度だよ。もっと凸かけてビシッと指摘できんの。誰も、未だかつて4年配信やってるけど、アンチが俺のこと論破できたことある？ないよ。コメントだろうが、通話だろうが。一回もないよ。俺がぐぬぬってなったこと一回でもある？ないよ。語れる努力ほど安いものない。お前も気づけよ。結果出してるんだよ、僕。はい。ジャンさん。結果出しちゃってるんで。はい。もう上げ足取りいいです。結果が出てるんですよ。結果が。成功してるっていう配信で。で、結果が全てだから。結果を出そう、ジャンさん。発言に説得力ない。発言に説得力ないです。ないです。はい。ワンワンに負けた？負けてないよ。ワンワンには負けてないよ。ワンワンには勝ってるよ。数いらっしゃい。痛いって、本当に。捨て垢で、あーだこうだ書いて。今日も夜も寝れない日が続くね。うん、しょうもねえな、本当に。かわいそうだよ。かわいそう。ぐぬぬになる前に NG してきたからじゃない？してません。はい。邪魔なものを消しただけです。ゴミ箱をゴミに入れただけです。わかる？ゴミ箱をゴミに入れたんだよ。関慎吾に負けてる。慎吾さんだってすごいじゃん。結果出してるな。彦六さん。彦六さん関慎吾じゃないからね。関慎吾を見てるだけだから。関慎吾さんが俺に言ってくるんだったら、俺に負けてんじゃねえかって言うんだったら説得力あるでしょ。俺も認めてるから、関慎吾さん。ヒコロク、お前は関慎吾じゃないから。ただのヒコロクだから。その辺のヒコロクなの。普通のヒコロクなの。わかる？天才を語るのは天才だけだから。ミュウツーさんにはやられてますよね。どこが？どこが？どこがやられてんの？どこがやられてんの？どこがやられてんの？言ってごらん。わかる。バーカ、ゴミ箱をゴミに入れねえよ、バーカ。ゴミをゴミ箱に入れるんだよ。日本語おかしいから。ゴミをゴミ箱に、ゴミ箱をゴミに入れるってどういうことだよ、お前。頭悪すぎるだろ。コメントぐらいしっかり書けよ。ほんとに。よれすぎ。聞きすぎ。ほんとに。もう聞きすぎてコメントすら書けなくなっちゃってるよ。バカすぎるわ。ゴミをゴミ箱に入れてんだよ。それがブロックだよ。しょうもね。私は経営者ですが、消費税、事業税、所得税等で大変です。あ、そうですか。大変ですね。僕には関係ありません、プーチンさん。あなたがいかに大変な思いしてようが経営者だろうが、僕とは何にも関係ないんで。どうぞ。大変になってください。僕は僕でやってるんで、勝手に。どうぞ、大変な思いしてください。あのさ、俺喋りで食ってってんだよ。なあ。
しゃべりで食っててべしゃりで間違えるわけねえだろ、ゴミくずが。おい、ナスビさん、花火ありがとう。ゴミをゴミ、ゴミ箱をゴミに入れる。ゴミ箱いっぱいになってからゴミが入らない。正解。都合の悪いコメントはスルー。スルーしてないけど、サーク。スルーしてません。バカだね、本当に。花火上がるとすぐ聞いちゃうんだから。都合の悪いコメントスルーしてねえよ。全部読んでんだろ。読むにあたり、さっきの発言聞いてなかった？暗視コメント書いて人の上げ足取るんだったら、せめて花火投げてから言えよ。読んでもらいたかったらよ。うん。嫌です、さよなら。はい、さよなら。二度と来ないでください。さようなら。何しに来たんだろうね、本当に。さようなら。困ってないです。応援する気のある人がフォローしてくれてるんです。応援する気がないんだったらフォローしなくて結構です。見なくて結構です。花火あげなくても読んでもらえてるんで大丈夫です。あ、そうですか。ゴミだね、本当に。風船ありがとう。タンタン、風船ありがとう。いいね、おはよう。収入自慢じゃないよ。俺は事実を語ってるだけだから。収入自慢じゃありません。稼げてないねって言われたから稼げてるよ。何かって言ってるだけです。ほんと事実を歪めて伝えるのやめてください。質問に答えてるだけです。いいですか、いいですか。持論で自慢をしてるわけじゃありません。乞食なのなんだの言われてるんで、ニートなの、無職なの言われてるんで、働いてますよって、働いてますけど何かって言ってるだけ。わかった。会わないと逃げるっていう人は、誰にでもタダで会えると思っているんだろうか。そうだね。特に自営業主はタイムイズマネー。なってみたらわかるよ。逃げるっていうより経営姿勢。そう。俺に会いたい人は1時間3万円払ってください。はい。仕事のオファー待ってるんで。仕事の、だって不正受給なんかしてないもん、俺。店2軒潰しましたけどね。誰が店を2軒潰したの。録画を見直してみろ、バカが。あのね、俺配信者なんだよ。全部 YouTube に動画上がるんだよ。痛い目見るよ、本当に。バカすぎるよ。コメント欄にアンチバカだなっていう書かれるよ、 YouTube のコメント欄に。記録残るかんね。まあ、ワドもまたアンチに勝っちゃったよって。またアンチに勝ってるよって。強すぎるわってなるよ。 YouTube のコメント欄絶賛だよ。もうグッドボタンの嵐。YouTube 調子いいかんね。もうチャンネル登録者バンバン増えてて、アンチコメント減ってきたから。 YouTube 何でも投げ出して恥ずかしくないの？恥ずかしくないっすね。だから見直してみろよ。だからネットの世界っていうのは事実が勝つんだよ。ネットの世界っていうのは事実が勝つの。花火なんて絶対あげない。いいんじゃないですか、あげなくて。どうぞご自由に。旅はやめた。あれ、昔力屋が来た店はどうしたんですか。畳んだけど。何か、え、何ちゃうぞお前。俺が2店舗潰したって言ってんの、バーカ。7店舗だよ。2店舗って何のことっつってんの、バカ。7店舗だよ、バカが。勉強しろ。風船ありがとう、バーゼルさん。風船ありがとう。2店舗なわけねえだろ。7店舗だよ。しょうもない、にわかが。勉強してこい。1年半で7店舗だよ。まあちなみにね、和道と店やりたいっていうリスナーさんいっぱいいるけどね。ああ、勉強不足。認めるのはいいことだよ。はい、タンタン風船9個ありがとう。勉強してから来てね。認めたところはいいところだった。はい、ハート3個ありがとう、天音くん。おはよう。ペラリンピックはずっと黒歴史になるね。配信者の信頼なくしたよ。ヘラヘラして、よくヘラヘラしてられるわ。最初から信頼なんてありません。
残念でした。最初からないです。はい、結構です。今日騒がしいね、なんかね、うん、おはよう、ボスさんおはよう。黒歴史なんか怖くねえよ。生まれた時から黒歴史だわ、こっちは。今日は日曜日だからキッズが多いな、キッズが。キッズが多いよ、キッズが。自分は人に信用なくせようと説教してるのに、自分で鏡見てきな。俺ね、ずっと配信者だから自分の画面が映ってるんだ。鏡見なくても自分の顔見えてるから大丈夫だよ。最初から信頼がないのは納得しました。バイさんいらっしゃい。ペラリンピックは確かに黒歴史、恥かきすぎる。いいんじゃない？別に。恥なんかいくらでも書いてやるよ。恥なんかいくらでも書いてやるよ。恥書いて飯食ってんだから。なあ。恥かけば書くほど花火上がんだよ、バカ野郎。配信舐めんなよ。はい、バカありがとう。恥を書くほど強くなるんだよ。恥も書けねえプライドの高いお前らと一緒にすんな。不正受給になってしまった時点で犯罪者じゃない。犯罪者じゃない。月1000円ずつでも納税すればいい。税金について利息って意外と高額で死なないと逃れられない。和道さんは少しずつ分納するはずだから。もう配信者としては終わりだよ。何終わりって。配信者としての終わりって、始まりも終わりもないんだけど。俺が枠つけたら始まりで、枠閉じたら終わりだよ。何その配信の何その配信の。俺が枠つけた時が始まりだよ。枠閉じたら終わりだっつってんの。人としても終わり。人としては始まってもねえわ。いいです、そういうなんかこう大人的な意見言わなくてもいいです。恥ずかしいんで。別に社会不適合者で構いません。はい、楽しくやってるだけなんでほっといてください。さようなら、アディオス。もうさ、じゃあ分かった。こんなのどう？こんなのどう？お前らさ、俺 LINE 交換してるから、公開してるからさ、直接言いたいことあるやつかけてこいよ。できないだろうけど。論破したいんでしょ？いいよ。俺全然。直接かけてきなよ。かけられるんなら。俺の上げ足取ってみなよ、実際。かけてきな。全然。ねえ、どう？みんな。賛成反対？賛成な人手挙げ。アンチの凸待ち。賛成な人手挙げで。アンチの凸待ち。まあできないだろうけどね。俺は全然ウェルカムだよ。賛成だよね。見てみたいよね。全然声かけてきていいですよ。はい、バガーありがとう。
ごめんごめん、お待たせ。ね、3万円するね、リーバイスのヴィンテージジーパン欲してきた。ただいま。お待たせ。3万円するリーバイスのヴィンテージのジーパン欲してきました。ただいま。安い。3万円のジーパン履いたことないくせに。3万円のジーパン履いたことないくせに。履いてから言おうね。ユニクロでも履いてなさい。ユニクロの5000円のね、ジーパン履いてなさい。自慢じゃないよ。事実、サークさん。3万円の606。もう一本買っちゃおうかな。リーバイス。やっぱジーパンはリーバイスだよね。いや、自慢じゃないっすよ。自慢じゃないっすよ。ああ、いいね、ミスケね。いや、黒がないんすよ。501。ユニクロはね、ダメになっちゃうんだよね、生地が。まあ、デザインはいいよね。生地がちょっと弱いんですよ。やっぱいいよ。リーバイスはいいよ。まあ、アンチは履けないだろうけど。どれにも鮫島にも荒野にもバカにされて。いいんじゃない？別に。何インチだっけな？ 32 インチ。シュガーケーンとか専門用語やめてください。はい。リーバイスが好きだね。リーバイスが好き。俺はね、股の部分から破けちゃうんだけど、2年でダメになったね。2年でダメになった。僕、ユニクロ履いてましたよ。はい。今ではリーバイスのヴィンテージ履いてます。社会人は小じきした金で買わないからね、小じきができないんでしょ？小じきができる人とできない人がいるんですよ。そんなに小じきが羨ましいの？俺もね、ユニクロいいなとは思ってたけどね、破れちゃったね。これもユニクロのジーパンだけど、もう股の部分が破けちゃって穴だらけになっちゃったから、自分で縫ってたんだけどもう無理だね、穴が開いて。やっぱね、綿100ですよ、綿100。リーバイスの綿100だよ。ドクターマーチンなんて履きません。はい、やめてください。中学生じゃないんで、ドクターマーチンとか履きません。2年だよ。まあ、型は良かったんだけどな、気に入ってたんだけどね。親にも迷惑かける、ダサい生き方だな。いい年こいて親ですか、恥ずかしいよ。もうやめた方がいいよ。型悪くないね、ユニクロ。デザイナーがちゃんと入ってるから、最近型悪くないですよ、ユニクロ。生地がちょっと弱い。ポリエステルが 10% 入ってるから。そこだよね。ズボ。いや、ちゃんとね、生地のいいの買ったら、ミューポーさん持ちますよ。もう今回から俺はリペアして履こうと思ってて。もう一本買おうかな。リーバイス。ボイスさんいらっしゃい。バイスさんかな。いい年こいて親に恥をかかせてるんだよ、君は。それがわからないから幼稚なの。お前は俺の親じゃないでしょ。お前は俺の親じゃないでしょ。
あのね、いい年こいてお父さんがお母さんがとか言ってんのもうやめた方がいいよ。恥ずかしいよ、本当に。自立をしてないからそういう発言になるんだよ。自分で花火もらってんだからファンからよ。ファンからな？あ、買っちゃうか、パズル。3万円の606のヴィンテージジーンズ買っちゃおうかな。うん。俺ちなみにあのジーンズメイトとか行かねえから。新宿のリーバイス本店行くから。うん。やっぱ本物のジーパン本店で買わないとダメだよね。買っちゃおうかな、のんちゃん買っちゃう？リーバイス。なんかこいつらさ、ダメなんだって。安いジーパンしか買えないんだって、アンチだから。ゴミだから。配信は完全な能力級。社会人は全ての人が、報酬派の仕事をしているとは限らない。教育係の見解ですが。そうだよね。606買っちゃおうかな。でもまたアンチ増えるかな。俺がジーパン買うたびにアンチ増えっかんな。買い物するたびにまたかよって嫉妬すっからよ。そうだね。やっぱ素材感が、素材感にこだわるようになってきましたね。年取ってくると。素材感にこだわるようになってきましたね。だんだん。アンチじゃなくて見下してるだけだよ。もう苦しいって言い訳が。能力のあるやつは稼げる世界なの。能力のない人は。606なんかないよ。うえぇ、606なんかないよ、だって。リーバイスに606なんかないよ、だって。初。履いてます。606履いてます。君のね、家の近所のジーパン屋にはないですよ。君の家の近所にはないです。606リーバイスの。バカだね、本当に。3万ですよ。バカだね、恥かいちゃったよ。見た？ 606なんかないよ、だって。履いてます。君の恥を知るお前だわ、ブーメランだよ。606履いてます。ヴィンテージだから知らないんだろうね。ヴィンテージだから知らないんだよ。発達障害の疑いがあるね。発達障害ですけど、何か。はい、バカありがとう。3万ごときで自慢するお前が可愛い。いや、別に値段じゃないから。買いたいもの買ってるだけなんで、値段じゃないですから。値段じゃないです。バーカ。もういいよ、すっこんでろよ。606はヴィンテージだよ、バーカ。もう苦しいよ、苦しいよ、本当に。持ってる人間が語るんだよ。買ったことも履いたこともねえ人間が語ってんじゃねえよ、本当に。にわかがよ。逃げてねえよ、バーカ。606持ってんだよ。そこに干してんだよ。お前606なんかないっつったんだよ。君が知らないことと世の中に存在しないことは別。君と別の世界で生きてるから。いや、リーバイスホルダーだから俺。リーバイスホルダーなんだから、リーバイス語るだろ。リーバイスホルダーなんだもだから606あるっつってんだよ。もうすっこんでろよ。持ってんだから。606のヴィンテージジーンズ履いてるんだよ。いいよ、もう。お前が知らない世界があるんだよ。苦しいな、本当に。さて、1時間経ったんで、アイテムタイムやりまーす。もしよかったら応援してくれる人、アイテムよろしくお願いします。アイテムタイムスタートしまーす。またアンチぶるっちゃうよ、本当に。はい、アイテムタイムスタート。はい、バーゼルさん、風船ありがとう。バカはてめえだよ。ヴィンテージのジーンズ履いたことねえから、そういうこと606なんかねえとか言うんだよ。シャさん、こんにちは。いらっしゃい。見せろじゃねえよ。調べろ、自分で。自分で調べよ。はい、ガルーダ、風船10個ありがとう。見せてあげた方がいいかな。
見せてあげる？みーすけ。もう知らねえんだよ、こいつら606。ヴィンテージ。ちょ、ずなげちゃえよ。こっち来いよ。楽しいぞ。そんなくだらねえアンチとかやめろ。もうこっち来い。アイテム投げろ。のんちゃんいるよ。はい、みーすけ！花火ありがとう！おい、花火ありがとうございます。みーすけさんから花火いただきました。ありがとうございます。ほら、花火上がるとブルってコメント書けなくなっちゃうんだからよ。黙ってろよ、ほんとに。しょうもね。はい、トコさん、ハートプレゼントありがとうございます。はい、ネズミさん、いつもありがとう。ネズミさんからバーガーいただきました。ネズミさん、バーガーありがとうございます。ありがとうございます。なすびさん、花火ありがとう。なすびさん、いつもありがとうございます。花火ありがとう。あいやほいやほい、いいね。はい、バズルさん、風船ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供で、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。ありがとうございます。アイテムしたことないやつ全部すっこんでいいよ。さよなら。もう苦しいよ。もうジーンズリーバイスに606なんかねえよバカとか言って、ブーメランだから、うん、無知は恥だよ。無知は恥。君が知らないだけだから。君が知らないだけ。もう今度ね、ジーパンね、証拠出しちゃったらもうプルプル震えるんだから。アイテムタイムで花火2個。これがプロ配信者か。プロですよ。はい。リーバイスヴィンテージ606で検索したら出てきた。そう。だって持ってんだもん。606。ジーパン屋で買ってんだから。リーバイス本店で。7万円のネックレス痛えな。7万円のブレスレットちょい。ちょっとな、7万のブレスレットが。かぶれるんだよな。6万のネックレス重てえわ。6万のネックレス重てえな。7万のブレスレットも重てえな。ごめんね。うん、自分の稼ぎで買ったよ。プロ配信家だからね。うん。沖縄の大技師のおじさん元気か？知らない。そんなじじい知らん。関わりないですから。持ってるならいいじゃないですか。ムキにならないで。いや、別にムキになってないですよ。うん。ムキになってないですよ。いやー、もう勝ち組になると辛い。庶民から叩かれるから。でも稼いでて羨ましい。本音が出てきたな、チャオズな。本音が出てきたな。タバコ吸うペース、ついにもうタバコディス、タバコをディスのねえ、タバコディスの、しょうもないね本当に。金属アレルギーちょっとあるっぽいね、ポンタさん。もうほんとね、いい加減にね、そのね、タバコのディスとか始めたらね、そろそろね、ほんとね、ゴミ箱にゴミ入れるよ。ほんとに。ゴミ箱にゴミを。ブロックだよ。でも、和道さんの生活は羨ましくない。いいんじゃない？別に、うん。俺は金じゃなくて、タイムイズマネーだから、時間の方が大事だから、俺にとっては。ポンタさん、風船ありがとう。和道にくっついて自爆しろ。俺ナッパだかんね。俺ナッパ、うん、死なねえから。
その程度の金額で自慢できる知能。何？今度は俺が稼いでるの悔しくなって、また金額いじり。また金額いじり。しょうもな。俺より稼げてねえからって。しょうもないね。タバコのこと言われると嫌なの？いや、ついにさ、俺のことディスるんじゃなくて、もうタバコについてディスり始めたから、そろそろネタ切れなのかなってなるじゃん。苦しいじゃん。まあそりゃそうだよね。女にモテて街中歩いたら和道さん和道さんってさ、100人ぐらいに写真撮ってくださいって言われて、キャーキャー言われてね、リスナーさんからアイテムもらって生活してるんだよ。スーパースターだからね。そりゃ羨ましくもなるわな。うん、そりゃ羨ましくなるよな。買いたいもん買ってモテて、で渋谷新宿池袋上野とかその辺歩いて、秋葉とか歩いたら100人ぐらいに声かけられて、そりゃひがむわな。うん、アイテム投げてるリスナーも投げなくなったら用なしってことじゃん。投げてんじゃねえかよ、投げてんじゃねえかよ、ファンいるじゃねえかよ。タラレバの話なんかしてねえんだよ。ファンに投げてもらってんだろうがよ。結果が出てるの。投げてないやつに言うよ。投げられてないやつに。芸能人気取りですか？いや、事実を語ってるんです。事実を。投げられなくなったらじゃねえよ。そんなタラレバの話なんかいらねえんだよ。事実投げられてんだよ。お前と違うんだよ。ダイエットしましょうよ。太ってないんで大丈夫です。はい、アイテムありがとう、タンタン。しょうもないのはてめえの生き方だよ。どうしようもね。芸能人気取りですかじゃなくて、芸能人に声かけられるレベルなの。時代は変わったの。おい、ニムロでいらっしゃい。そう、タラレバーいらない。黙っていても投げてもらえるのがプロ。俺から要求してねえだろうがよ。ファンに投げてもらってんだろうがよ。しょうもねえな、本当に。毎回こうじゃん。一つ一つのコメントが聞いてるのがよくわかるな。聞いてねえよ、バカ。アイテムタイムは要求じゃねえだろ。バカか、お前、本当に。マリアンの囲いよ。アイテムタイムは要求だなんて思ってたら投げねえよ。要求じゃねえよ、バカ。アイテムタイムやめろよ。何よ、お前、悔しいの？アイテムタイムでアイテムバンバン投げられてんのが。やめねえよ。今投げてる人が1ヶ月後投げなくなったら用なし。それがプロ配信ですか？はい、そうです。10ヶ月連続食えてますけど、何か。テロップ読み返せ。何のテロップ？Wi-Fi さんいらっしゃい。メガネ曇ってるな。最近もう目がひどく悪くてさ、メガネ外すと何も見えねえよ。メガネ外すと何も見えねえ。もう乱視がひどくてぼやぼや。お水飲まなくて、お茶飲んでますよ。玄米茶。玄米茶。
手首に何つけてるの？7万円、8万円か。8万円のブレスレットです。ナオトさんいらっしゃい、お疲れ。8万円のブレスレットっすよ。泣いてねえよ。まだ言ってんの？もう論破されたんだからいいだろ。なあ。論破されたんだから。ねえ、悪くなるよね、乱視ね。もうぼやぼやで全然見えない、メガネ外すと。さっきの発言ひどいんじゃないですか？どの発言でしょうか？いや、だからアンチ全然論破してんじゃん。フルボッコだよ。勝ってるじゃん。負けてないよ、全然。圧勝。今日も俺のウィン。今日はなんかアンチ湧いてるね。日曜日だから、まあなんかあれじゃない？キッズが湧いてるんだと思うよ。キッズが湧いてるんだと思うよ。何？今度は顔ディス？もうしょうもないね。お前らさ、現実見た方がいいよ。超可愛い女の子とかが和道さんかっこいいって言ってんだよ。もうね、無理だって。容姿、着てる服、ね、身につけてるアクセサリー、年収、自由な時間、すべてにおいて俺が勝ってるの。知名度とか。もうやめとけって。今度は顔いじり。俺のことかっこいいと思ってる女子いっぱいいるから。しょうがねえな。のんちゃん、俺どれくらいかっこいい？言ってやって。世界一かっこいい。ほら見ろよ、お前。バカだな、ほんと。ありがとう。おい、ブルっちゃったよ、ほんとに。こういう女性がいっぱいいるんだよ、世の中に。いっぱい俺に抱かれたいと思ってんだから。もういいっていいって。悔しいんだろ、悔しいんだろ。世界一かっこいいんだよ。バカが。世界一かっこいいんだよ。言われたことねえだろ、世界一。はい、のんちゃんナイスコメント、パチパチ。花火ありがとう、なすびさん。じゃあ、俺がかっこいいと思う人の女子から突末しようか、じゃあ。待ってみようか？ LINE 募集すっか？もうアンチボロ負けになるぞ。なあ。モデル級のとびっきりの女子から電話殺到するぞ。もうやめとけって。もうつつけるところないんだから。じゃあいいよ。かけておいで。女の子。女の子かけておいで。和道さんがいかに好きか。いいよ、突末するよ。じゃあ LINE 起動するよ。かけておいで。もうアンチ聞いちゃうよ。かわいい女の子からいっぱい電話かかってくるよ。はい。じゃあ今 LINE 起動したんで、和道のことかっこいいと思う人、女の子限定ね、電話かけてきてください。おい、サクったらいらっしゃい。和道のことがかっこいいと思う人は電話、女子、かけてきてください。おい、吉江の前髪さんいらっしゃい。電話殺到だよ。女の顔もちゃんと晒せよ、バカ。晒さねえよ。プライバシー守るに決まってんだろ。
おい、恋味でお疲れ、ワードツー。声でわかんだろ、モデルかどうかなんて。お前らだから童貞なんだよ。声でわかるんだよ。いいよ、普通にかけてきて、みんな。普通にかけてきていいよ。のんちゃん、ヴィンテージのジーパン乾いたかな？どうだろう？まだ乾かないかな？ 3 万円のヴィンテージのジーパン、さっき洗ったんだ、のんちゃん。うん、リーバイスの606のヴィンテージのジーパン、洗ったから。俺がジーパン持ってないと思ってるんだろ？なあ。俺がヴィンテージの606持ってないって言ったろなあ。持ってっからなあ。自慢じゃないですね。ユニクロのジーパン、いや悪くないっすよ。悪くないっすけど、うん、やっぱジーパンリーバイスですね。うん。いや俺は食い物にあんまかけないよね。食い物にあんま金かけない方っすね。この前でもね、のんちゃん、言ってやれよ、のんちゃん。のんちゃん、来いよ、こっち。ちょっとこの辺に来て。何？のんちゃん、この前、いくらのステーキ食べたか言ってやって。5000円。聞いてるわ、こいつら。うまかった、5000円の。うん、うまかった。どんな肉？なんかね、分厚くってね、なんか味がしっかりしてて、美味しいやつ。美味しいやつ食べた。そう。5000円のステーキだから。ありがとう、のんちゃん。あ、聞いてるよ。あ、聞いてるよ、アンチがよ。5000円のステーキ食ったことあんのかよ。おい。聞いてるよ。ブルっちゃったよ。ブルっちゃったよ。ブルったね。美味しかったね。うん。しかも配信外だからね、そこがかっこいいでしょ。配信外だから。ね。配信外だから。もうプライベートで5000円のステーキ食ってんだよ。うん、ステーキハマってるね、今。ステーキハマってる。食ったことねえんだろ。お前らはあれだろ、どうせ細切れの豚肉とか食ってんだろ、280円ぐらいの細切れでも食ってろ。聞いてきたね。今日も勝ちだね。まだとどめ、まだまだいっぱいこっちにはカードあるよ。引き出しまだ開けてねえよ。引き出し開けてねえよ。本当にガンガン攻めるよ、ガンガン。のんちゃん。のんちゃん、じゃあ行っちゃう？とどめ刺す？ああ。おい、この前ラブホ泊まったじゃん。総額いくら使ったか全部言え。15,000円。あんま言うなよ、お前。おい、ラブホで15,000円使えるやついんのかよ、この中に。ああ！おい、ゴミが。成功者だからよ。
1万5000円ラブホで使えるやついんのかよ。ゴミが。勝ったな。圧勝。勝った。勝ったわ。勝ち。俺の勝ち。5000円のステーキ食って、3万円のリーバイスの606ヴィンテージ履いて、5000円のステーキ食って、ラブホでは1万5000円。最高でしょ。勝てる要素あんの？お前ら。一つでも俺に勝てんの？おい、のんちゃん来い！もう、とどめさしてやるよ。のんちゃん来い。コスプレ見せてやれ、買ったコスプレ。のんちゃん持ってこい。ラブホで買ったコスプレ見せてやれ。おい、もうとどめだよ。のりこ持ってこい。いいよ、貸せ。貸せ。おい、お前らラブホでコスプレ買えねえだろ、おい。おい！ラブホでコスプレ買え、オプションで買えんのかよ、この野郎。おい。買えんのかよ！ラブホでよ！コスプレ買えんのかよ！しょうもねえ。もう勝ったわ。勝った。圧勝。まだまだあんぞ、引き出し、この野郎。引き出しなんてお前、すげえあるからな。あははは、俺のバッグ？あ、知ってるリスナーさん、見たいバッグ。渋谷で買ったバッグ、いくらすると思う？いいだろう、本革。お前らが安っぽいカバンと違うから。いいだろう、本革。一点物、職人さんが一点一点作ってっから、全部、もう布とかねえから、全部革。しかもフルオーダー。世界に一個のバッグ、6万。もう便所太郎さんも言ってたから、和道のバックソルどこのかっこいいねって。いやいやいやっつって、そんなことないっすよって。でも便所さんおしゃれだから、やっぱね、おしゃれに敏感だから、和道いいねっつって、6万円のバッグ、世界で1個。やべえよな、ほんと。いいだろう？いいだろう？かわいいんだよな。この前磨いたばっかだから、ちょうど油が乗ってて、テカリがいいよね。安いでしょ？リーズナブルだよ。いや、まあ、君たちには買えないだろうけど。いや、自慢じゃないですよ。質問があったんで。なんか僕自慢とか嫌いなんで、質問がたまたまあったんで、
僕は自慢とかしないですね。いい買い物だと思う。ありがとう。アイワードツージェルで。いや、自慢しないっすよ。自慢とか特にないんで。あ、このネックレスいいでしょ。これ8万。あ、これ6万か。これ6万ね。これ、外配信用のバッテリー。あ、これ?いや、バッテリー安いよ。まあね、バッテリーつってもさ、ほら、俺プロじゃん。プロ配信家だから、やっぱ仕事道具にはちょっと金かけないといけない部分があって。これ俺のバッテリー?外配信用の。これ5万円?これ5万。まあでも仕事道具だからね、これは。だから、総額で言うと多分、まあね、身につけてるもの、外配信してるだけでも数百万だよね。まあ、仕事道具だからな、これは。外配信、こうやってパソコン持って歩いてるだけで100万、ね、200万が動いてるようなもんだからね。これアンカー。これアンカー。ありがとう。風船ありがとう。アンカーいいよね。アンカー悪くないよ。あ、ちなみにこれ2万だね。2万8000円のリュックね。これリスナーさんに教えてもらったんだけど、まあ、ワード外配信行くならリュック買えよっつって、あーっつって。値段見なかったんだけど、安かったよ。2万8000円だった。カリマーのバッグ。これでもね、登山とかやるリスナーさんに教えてもらったから、いい買い物したなと思って。ご予算どれくらいですかって言われたんだけど、あ、フィッティングで選ぶから、つって。値段とか別に気にしないでいいよ、つって。いいと思ったの買うからって店員さんに言って。はい、風船ありがとう。この T シャツ?これは20枚くらい持ってるね。俺同じ服ずっと着てたいタイプだから、20枚ある。で、まとめて洗濯して。まとめて洗濯してる。ねえ、やっぱりファンビジネスだから、キャラクター商売だからさ。キャラクター変えたくないから。やっぱりね、いつどこでも和道でいないといけないからさ。いやー、まあまあ、捨て頃のね、コスチューム、ある?のんちゃん。一緒に撮ってもらえる?安いっすよ。手頃のコスチューム、ある？あ、ありがとうのんちゃん、ありがとう。これがだいたい1万8000円ぐらいかな。ね、これが1万8000円のトレーニングウェア、トレーニング、まあ試合で使ったけど俺は。ね、これ上下で、ありがとう。これ3万ぐらいかな、上下で。3万。あとまあグローブとか全部合わせてもろもろで5万ぐらいかかったかな。これね、大体ね、まあ企画とかになるとね、やっぱりお金かかっちゃうのはまあしょうがないよね、仕事だから。はい、のんちゃんありがとう。ありがとう。しょうがないよね。仕事には金かける方だから。全然高くないよ。全然高くないよ。ちなみに水着なんだけど、水着ハーレーある？やっぱね、水着はハーレーだね。上着白のあるぞ。ない、ハーレー。水着はハーレーだね。沖縄で買ったんだけど、かっこいい。ありがとう。うち家建てるときコーディネーターさんと話し合って、各部屋をカラーで分けてデザインした。色も、あ、やっぱね、お金に余裕人ある人はそういうことできるからね。もっといい家住んだら。いや、全然全然。リバーサイドだから、ここ。気に入ってるよ。
リバーサイドだから、うん、ハーレーない、あーまあいいやハーレーは、うん、分かる人には分かるから。貯金なんてないっすよ、貯金はないっすよ全然。僕は配信業なんで、稼いだら稼いだだけ使うんで、はい、酔い越し銭には持たないんで。まあ、あるっつってもね、今、ステッカー売れたお金ぐらいかな。今あんのは。ステッカーが売れたお金が、まあ、うん、これくらいあるぐらいですかね。うん。うん。いや、配信業なんで、やっぱ稼いだら稼いだ分だけ使うっていうのが、まあ、あれなんで、はい。うん。まあ、こんな感じですね。うん。まあ、まあこれくらいしかないですね。次の目標、そうだな、俺の目標はマイケル・ジャクソンみたいな感じで行きたいなと思って、あのまあ例えばこう俺がウェイクアップしたら、あのワドさんって起きてください仕事ですよってウェイクアップして、でまあシャワー浴びせてもらって、で体をバーって3人ぐらいに洗ってもらって、でまあ起きたらドライヤーとか衣装とかこうメイクとか入って、で、そのまま、まあ、車乗ってくださいって言って、で、まあ、その、なんだろう、ロールスロイスに乗って、で、ファーっつって、で、ご飯です、飲み物です、つって、ありがとう、つって、こうやってやって、本番5秒前、4、3、2、1、ワドツーって言って、放送バーンって花火バーってやって、2時間、ダーン、ダン、ダン、わらわら、わらわらってなって、お疲れ、焼肉行こう、ステーキ食い行こう、つって、バーって金使って、で、ヘリコプターで帰ってきて、で、また寝るっていう。そういうライフスタイル。で、まあ、外配信とかファーってやってて、もう最高っすねーって言って、スタッフさん60人ぐらい連れて、バーって言って、ああ、なんか車欲しいなーっつって、で、ランボルギーニショップにファーって入るのよ。あ、いい店あるじゃんっつって。で、店員さんに言うの。This って。そしたら、店員さんが Yes って言って。で、ランボルギーニで帰るみたいな。これが俺の理想のライフスタイルだね。うん。スーパースター、スーパースターね、スーパースター。 This Yes、うん、This Yes、うん、まあ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 こんなもんすよ、こんなもんすよ、うん、何一つ実現しないな。のんちゃんと結婚すんの？うん、俺ら縛られてないから、うん、自由にね、一緒にいたいから感性で引き合ってるだけだから、ね、結婚とかに縛られてない。のんちゃんより可愛い子は世の中にいないと思ってるよ、俺は。のんちゃんより可愛い子がいるとは思えないかな。そう、マチルダの言う通り、小さいことにはこだわらない。トイレ行ってくるわ。あ、ちなみにエアコンつけっぱなしだっけ、のんちゃん。うん、うん、電気代とか気にしなくていいから。うん、うん、暑い時はガンガン冷房ね、24時間かけちゃって。
俺が払うから。暑くなったわ。寒い時はもうガンガン暖房炊いて。うん。はい、ただいま。ただいま。いや、金じゃないから。金じゃないから。ちょっと暑いね。冷房入れて。次のトレンドを和道流に聞かせてよ。何のトレンド？ファッション？ミュージック？何？何が、何のトレンド？ゲーム？マンスリー36円おめでとう。ありがとう。ライフスタイルのトレンドはもう働くっていう概念がどんどんなくなっていくよね。働かなくてもう住むようにどんどんなっていく、うん、働くって古いねってなるよ。ファッションショーにオファーされたら出ますか？ギャラ次第かな、うん、ギャラとそのファッションデザイナーがどのクラスかによる、うん、何をやるかじゃなくて俺は誰とやるかだと思ってるから。文鳥だよ。文鳥。オファー来てますよ。いろんなジャンルから。断ってますけどね。いろんなジャンルの仕事来てますよ。はい。なんなんアクセサリー、ちょっとよくわかんないけど。あ、そうそう、606なんだよこれ。606で俺が配信でつけ始めて606のアイテム買ったよって言ったら売り切れだよ今。これ手に入んなくなっちゃった。プレミアついちゃってんだよ。和道さんと一緒の欲しいっつって、そんな人気アイテムじゃなかったのにもう店から消えちゃったの在庫が。606、うん、あ、今買えないよ。な、問い合わせ俺に来るんだよ。606、俺も欲しい、俺も欲しいとか、私も買いたいっつって、和道さんとお揃いにしたいって。もう売ってないから。入荷待ってね。在庫今切れちゃったから。AG03 いいでしょ。あ、やっぱ分かる人には分かるんだね。 AG03 で音作ってるから。そうそう、音にも機材やっぱ金かけないといけないと思って。天神さんハートありがとう。あ、だからまあ生産中止まで追い込んじゃったんだよね、うん、LINE の稼働が間に合わなくなっちゃった。俺が身につけただけで。
YouTube 見ましたよ。あれからマイクは同じですか？マイクはソニーだね。マイクソニー。ピンマイクね。ピンマイク。やっぱソニーはいいですよ。経済効果、まあどれくらいなんだろうね。大したことないと思うよ、経済効果。おすすめの香水か、うん、なんだろう、6番かな、うん、6番いいよ。4番より6番が好きかな。ポイントタトゥー入れるならどんなデザイン入れますか？ポイントタトゥーか。ここにクモの巣とか好きだけどね。ここにクモの巣とか。やっぱトライバルが好きだね。アドさん、LINE の回線がパンクして、さっきから電話がつながらない。あー、マジで？あ、じゃあいいよ。うん。ありがとう、とこ、教えてくれて。確かにね、なんか LINE が起動しないんだよね。さっき上げてから。立ち上げたからおかしい。うん。嫌われてたらお前さ、ファンビジネス成立すると思ってんの？そんな甘い世界じゃないよ、プロ配信家は。嫌われてて配信成立するわけねえだろ、バカ。バカが。まあブランディング大事だね。和道っていうブランドだけで食ってるようなもんだから、ブランディングは相当意識してるよ。うん、4年かかったよね。食ってけ、飯食えるまで4年かかった。いや、もう俺は5年目から勝負だって思ってるから、今年勝負かけてるよね。今年の動き、ここあと5年の動きで、俺がそのマイケルになるかどうかだと思ってるから、マイケルで止まるのか、どうなのか。うん、俺はマイケルだから。狙ってるのは、アンチブロックなんでやめたの？なんでやめたの？気分だよね、気分。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。
MJ で一番好き、え、 MJ で一番好きは何、大三元かな。初見さんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてってください。昔ニコニコ動画って名前墨入れたの？入れてないよ、うん、嫌いな配信者優勝で花火が来るぞ。花火はウェルカムですよ。バンバン上げてください。花火バンバン募集してます。お、 LINE 来た。花火バンバンお願いします。風船ありがとう、風船ありがとう。ごめん、マイケルの中で一番好きな曲は、まあ、スリラーかな。スリラー。うん。うん。花火を上げないリスナーは万引きと同じだよね。それは泥棒。花火を上げなくてアンチコメント書くやつは泥棒だと思ってるよ、うん、泥棒です。ピッキングはよくわかんないわ、ごめん。俺もこいつ大嫌い。サイレントマジョリティを勉強しよう、タケルさん。スリラー浅いな。和道と一緒に大阪歩きたいねえ。大阪行きたいね。大阪、俺でも大阪歩けないんじゃないの多分。道頓堀とか俺のファンで埋まっちゃうでしょ。すごいことになると思うよ。無理だと思う俺が大阪歩くのは。おい、ゆきちはどっち？ハートありがとう、ゆきち。無理じゃない、うん、シャイな女の子多いんだよね、うん、LINE はもうなりっぱなしなんだけどメッセージが多い、うん、本当に和道の配信は勉強になる？おー、いやでもなんかわちゃわちゃコメント書いてるやつだけでしょ、目に見えるだけで。今400人見てんだから、アンケート取ったらすごいことになると思うよ。
やらないけど。これ以上アンチいじめんの気分悪いからやめとくけどさ。いいよ、いじめになっちゃうもん。うん、いや、やらないやらない。これ以上弱い者いじめみたいになったら嫌だもん。俺嫌いなんだよ、弱いやついじめんの。やらないよ。あ、どうもどうも、しょうちんさんどうもです。お花見ありがとう。見ろよ、お花見。しょうちんさんからお花見来たよ、この野郎。ありがとう、しょうちんさん。ありがとう。おい、キコスさん。風船ありがとう。じゃあ、アイテムタイム行くか。アイテムタイム、俺の人気見せつけてやるよ。俺の人気をよ。おい、アイテムタイムスタート。ありがとう。アイテムください。はい、バゼル風船ありがとう。バゼル風船ありがとう。ユクシハートありがとう。ユクシハートありがとう。はい、バゼル風船ありがとう。ココハートありがとう。バゼル風船ありがとう。ナスビ風船ありがとう。バゼル風船ありがとう。ココバカありがとう。インベストメントさん風船ありがとう。風船ありがとう。イエーイ、トコさん風船ありがとう。ノボルさんバーガーここありがとう。よし、おいさん、おい田中さん風船2個ありがとう。天神さんハート5個ありがとう。ステラさん風船30個ありがとう。バゼル風船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 ありがとう。ミスター X さん風船ありがとう。バゼルさん風船ありがとう。バゼルさん風船ありがとう。ナスビさんいつもありがとう。花火ありがとう。バゼル風船ありがとう。バゼル風船ありがとう。イェイイェイ。はい、バゼル風船ありがとう。どうも池田哲さん風船ありがとう。森熊さん風船ありがとう。解放風船ありがとう。解放風船ありがとう。Please give me fireworks. Please give me fireworks. Fireworks. Please give me fireworks. Large fireworks.ハートありがとう、テンガビさん。バカありがとう、テストさん。バカありがとう、テストさん。ありがとう。Please give me fireworks. ご覧の番組は、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。はい、こんにちは。はい、みんなワードツー。しょうもないね、今日も。しょうもないわ、毎日毎日。アイテムタイムです。風船タイムじゃありません。間違えないでください。あー、もうなんか今日やる気なくなってきたな、だんだんやる気なくなってきた。荒れてるんだよ、みのりさん。
やる気なくなっちゃうよねこんなのね。うん、やめよっかな、なんか今日ちょっと時間置こうかな。電話来てるっつーの、電話来てるの、出てないだけだから。ギター練習でもしようかな、プライベートで。プライベートの時間全然作れてないからさ。いや、俺のファンから電話がかかってくるんだけど、ファンからの電話がどうのこうのっつって。うるせえんだよこいつら。女からモテるのが羨ましいんだろうね、本当に。何が聞きて、何が聞きて、リクエストタイム、何が聞きて、もうアンチ消すわ、マイケル無理。
ビーズ無理。ビーズいけるかな。ビーズあるかな。いける。ビーズビーズないね。エフェクターない。ビーズ無理。午前2時踏切に望遠鏡を担いでったベルトに結んだラジオ。雨は降らないらしい。2分後に君が聞いた。大げさな荷物背負ってきた。始めようか天体観測。ほうき星を探して深い闇に飲まれないように精一杯だった。君の震える手を握ろうとした。あの日は見えないものを見ようとして望遠鏡を覗き込んだ。脆弱を切り裂いていくつも恋が生まれたよ。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今というほうき星君と二人追いかけてた。 Oh yeah。落書きの教科書と外ばかり見てる俺。超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心の一つも分かり合えない大人たちを睨む。そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。ルール とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。15の夜盗んだバイクで走り出す。行く先もわからぬまま、暗い夜の帳の中へ。
誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜冷たい風冷えた体人恋しくて夢見てるあの子の家の横をさよならつぶやき走り抜ける闇の中ポツンと光る自動販売機100円玉で買えるぬくもり熱い缶コーヒー握りしめ恋の結末もわからないけどあの子と俺は将来さえずっと夢に見てる。ああ大人たちは心を捨てろ捨てろと言うが俺は嫌なのさ。退屈な授業が俺たちのすべて。ラバーなんてちっぽけで、なんて意味のない、なんて無力な15の夜。盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ覚えたてのタバコをふかし星空を見つめながら自由を求め続けた15の夜。盗んだバイクで走り出す行く先もわからぬまま暗い夜の帳の中へ誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に自由になれた気がした。15の夜。ありがとう。いつも君と待ち続けた季節は何も言わず通り過ぎた。雨はこの街に注ぐ少しのリグレットと罪を包み込んで泣かないことを誓ったまま時は過ぎ痛む心に気がつかずに僕は一人になった。記憶の中で
ずっと二人は生きてゆける。君の声が今も胸に響くよ。それは愛がさまよう影。君は少し泣いた。あの時言えなかった。時の中で、あなたとめぐぐり会えた。これ難しいな。甘いもの長い髪を風が優しく包む。乙女は胸に白い花束を羽のようにお顔下り、優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてるから。甘い色の長い髪を風が優しく包む。乙女は胸に白い花束を羽のようにお顔下り、優しい彼のもとへ明るい歌声は恋をしてるから。バラ色の微笑み、青い空、幸せは二人は寄り添う。甘い色の長い髪を風が優しく包む。乙女は羽のようにお顔下る。次が最後の曲です。次が最後の曲です。いいですか。悲
必ず手に入れたいものは誰にも知らくない、百ある甘そうな話なら一度は触れてみたいさ。雪だいだと騒ぎ立てずに好きになればいい、掴んだ拳を使えずに言葉をなくしてないかい、傷つけられたら牙を向け自分を慰むために、今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうか、一緒に、やー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 やはぐしく切ればいい、丸い刃はなお痛い、後に残る傷跡は無理には隠せはしない、夜明けだ朝だと騒ぎ立てずに好きになれ、なればいい、生きることは悲しいかい、信じる言葉はないかい、わずかな力が沈まぬ限り涙はいつも振り切れる、今からそいつを、これからそいつを殴りに行こうか、かかか、止まない心で半銀ぜ、消えない心で、首にかけあったたつんと伸ばして、 T シャツを脱ぐように強く強く突き出すように、胸にしまたたつんと伸ばして、季節を抱くように強く強く、ララ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 、yeah
ぜおやひぬないややいよれやんびんぜややや言えなややよれやや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 야야야야야야야言えない心야야야야야야야한긴새야야야言えない야야야야言えない心야야야コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。